イマーム・シャミール・シャミールとも、は、ロシア帝国の北カフカース支配に対するムスリムの抵抗戦争を率いた、アバール人宗教指導者。1820年代、ダゲスタン・チェチェンに建設されたイマーム国の三代目イマーム。シャミールは、今も北カフカースのムスリムの尊敬を集めており、現在も続くロシアの支配に対する抵抗運動の、精神的な支柱となっている。 1797年、現在のダゲスタン共和国のギムラ村に生まれる。彼の父デンガフマホメドは、村の鍛冶屋だった。シャミールは、同志のマホメドと共にクルアーン、シャリーヤを学び、スーフィズムの影響を強く受けた。1828年に、メッカへ巡礼し、そこで出会ったアブドゥルカディルから、ゲリラ戦を学んだ。1830年に、 マホメドが、現地代表者の会議において、ガジの名前を与えられ、初代マーム、ガジマホメドとなるも、1832年ロシア軍が、シャミールの故郷ギムラムラに侵攻した際に、ダゲスタン人の抵抗の中で戦死すると、これを継いで、同年、第二代イマームに選出された同じくマホメドの、同志である、ガムザトベクも1834年モスクで暗殺されたため、 同1834年、アシリト村開かれた会議で、シャミールが第3代マームとなった。第3代マームとなったシャミールは、改革者としてイマーム国家の基盤を整備した。国土は、内部が管轄する行政谷県軍事単位に区分された。国家の最高機関は、ウラマー会議が国家の最高機関とされた。平成は、 正規軍と交尾軍からなり、階級制度が確立された。改革とともに、カフカーズ諸民族に、特有の地の復讐の監修が廃止され、代わりに、シャリーヤに基づく、司法制度が整備された。イマームの支持勢力は、約1000人からなる、ムルタゼク軍団だった。この軍団は、イマーム個人の親衛隊であり、 現地情報の収集や不穏分子の処刑に従事する一種の秘密警察でもあった。18世紀以降、南下政策を進めるロシア帝国は北コーカサスに達し、その過程で北カフカースのムスリムは異教とロシア人に対する抵抗戦争を始めていた。1834年、全山岳ダゲスタンがシャミールの支配下に入り、1840年、彼は チェチェンのイマームともなった。当初、シャミールは、権力が確固たるものとなるまでロシアとは、中立的な立場を取り、1843年末になって、初めて行動を開始した。イマーム国の首都、アフリゴ防衛戦は、数ヶ月ま続き、ムスリム側は投降する意思を見せず、ロシア軍側も披露してきた。そこで、ロシア軍司令官、 パーベル・グラッベ中将は、シャミールと交渉に入ることにし、ムスリム側全員の生命の保障と交換に、シャミールの長男、ジャマルディンを人質に差し出すことと、シャミール自身の投稿を要求した。シャミールは、交渉を拒否し、グラッベの部隊は、市内に突入した。アフリゴ市内の女性たちは、防衛側の兵力を多く見せるために断層し、 夜間に破壊された陣地の修復に当たった。数日間の戦闘の後、シャミールは息子を引き渡して、無用な流血を避けることに決めた。息子を引き渡す際、グラッベは、シャミール自身の投降も要求したが、シャミールはこれを拒否した。戦闘が再開し、アフリゴは陥落したが、シャミールが率いる、小部隊は、チェチェン領内に撤収することができた。長男ジャマルリンは、 ロシア軍の手に渡り、ロシアに連れ去られた。ジャマルディンは、ロシア皇帝の意思に従い、第一モスクワ用年団、後に、アレクサンドローフ用年団に入った。ジャマルディンはロシアで15年間過ごし、1855年になって初めて父シャミールと再会することになる。1854年、シャミールは、グルジアのカヘチアに遠征した。彼が派遣した。 先見部隊は、ダビド・チャブチャバゼ・ィナンダリー大公の領地に入り、大公のつまんないリーニチなチャブチャバゼと彼女の二人の子供、彼女の妹、バルバラ・オルベリアナと彼女の子供を捕虜にした。シャミールは、息子を解放する取引材料となると考えて、彼女たちを提調にもてなした。チャブチャバゼ大公には、長男ジャマルディンの引き渡しと、 銀貨100万ルーブルが要求されたが、大公は4万ルーブルしか集められなかった。その間、この事件の詳細とシャミールの要求は、直ちにペテルブルクに知らされた。ジャマルディーンを可愛がっていた、ニコライ一世は、彼を、ウランスク連隊から呼び寄せ、父親の元に帰る意思について尋ねた。ジャマルディーンは少し考えた後、そのことに同意した。ニコライ一世は、 彼の誠実な勤務に感謝し、父親に悪意はないことを伝えるように頼んだ。1855年3月10日、両者の捕虜交換が行われた。ロシア帝国軍の制服を着て戻ったジャマルディンを見て、弟のガジマホメドは驚き、チェルケースカに着替えるように頼んだ。息子と再会したシャミールは、表情には表さなかったが、彼を長い間抱きしめて話さなかった。 しかしながら、ロシア流の教育を受け、後にロシアとの和平を主張したジャマルディンは、故郷の理解を得られなくなっていく。1855年2月、アレクサンドル2世が即位し、1857年、友人のアレクサンドル・バリャチンスキー大公を、カフカーズ副王に任命した。バリャチンスキー大公は、大規模な軍事行動の外、買収という手段を活用した。 シャミールの元からは、次第に、人々が離れ、抵抗を継続するにはあまりに少数の人間しか、残らなかった。シャミールは、グニブ3に撤退し、1859年8月、兵士400人と大砲4門と共に、グニブ防衛を準備した。グニブには10個以上の大隊が集結し、バリャチンスキー大公は、シャミールに武器を捨て、和平を締結するよう提案したが、 シャミールはこれを拒否した。8月22日から24日、最後の攻撃が行われ、シャミールは少数の部下と共に村の一角に追い詰められた。8月25日、太公は再び投降を勧告し、シャミールは今度はこれに従わざるを得なかった。太公は、シャミールの投降を還元し、彼をロシア皇帝のもとに送った。 1859年9月15日、シャミールは、ハリコフ郊外のチュグエフ村で、アレクサンドル2世に越見した。皇帝は、シャミールに、金のサーベルを送り、最終的に、ロシアに来てくれたことを非常に喜ばしく思う。もっと早く来てくれなかったことが残念だ。後悔することはないだろう、と語った。投稿後、シャミールは、ロシアの、各都市において、 カフカーズのナポレオンとして還元された。トゥーラでは武器工場を見学し、豪華な武器と名前入りのサモアールを贈られた。ペテルブルクでは名誉経営隊と軍楽隊が出迎え、皇帝の即位式すらしのぐイルミネーションが灯された。彼がペテルブルクを去る際には、見送りの群衆が駅に殺到し、出発が遅れるほどだった。 1859年10月、シャミールは、次男のガジマホメドと数人の信頼できる名優と、共に、カルーガに転居した。晩年、シャミールは、死ぬまでに、メッカを巡礼したいと考えるようになり、1861年7月、皇帝に陳情するためにツァールスコエセローを訪れたが、この時は許可されなかった。同年、三男マホメドシャピは、 ロシア帝国軍入隊を父に申し出た。シャミールはこれに同意した。間もなく、マホメド・シャピは、騎兵少尉として、カフカーズ皇帝護衛隊のこの駅兵隊に入り、妻と共に、ペテルブルクに去った。メッカ巡礼が許可されないのは、皇帝が自分を疑っているからだと考えたシャミールは、ロシア国籍の取得を皇帝に申し出た。アレクサンドル二世は、 この申し出を大いに喜び、アレクサンドラ王女の結婚式に彼を招待した。1866年8月、シャミールは、息子のガジマホメド、マホメドシャピと共に、ロシアへの忠誠を宣誓した。皇帝は、彼の健康を案じて、キエフに移ることを進め、1868年12月、シャミールは、家族と共に、キエフに転居した。 1869年、息子たちをロシアに残すという条件で、メッカ巡礼が許可された。シャミールは、イスタンブールを経由して、メッカへ旅し、1871年、メディナで没した。遺体は、イスラームの偉人たちと共に、メディナで葬られた。最初の妻パチマートは、三男二女を産み、抵抗戦争中に死去。二番目の妻ジュダバラートは、四男。 サイードを生んだが、4男は、ロシア兵に殺され、ジュダバラートも、抵抗戦争中に死去。3番目の妻シュアイナとは、1876年に、死去し、イスタンブールに葬られた。最後の妻ザギダとは、イツオ・マホメド・カミールを生んだ。シャミールの死の数ヶ月後に死去し、メッカに葬られた。次男のガジ・マホメドは、ロト戦争時、トルコ軍の師団を指揮し、 バヤゼトの包囲戦で功績を上げ、トルコ陸軍元帥にまで昇進した。余生をメディナで過ごし、1902年に死去。三男のマホメド・シャピは、ロシア帝国軍側で、ロト戦争に従軍を願い出たが、許可されなかった。1877年、軍務から外され、火山に移住。1906年、キスロボツクで死去。イツのマホメド・カミールも、 トルコ軍に勤務し、元水まで昇進した。シャミールの娘たちは、1871年までに、全員死去した。ありがとうございます。